俺もお風呂お借りしますからね。拗ねてる。かわいい。はかり。はい、お母様。ん？お持ちいたしました。ありがとう。何？なんかすんの？ん？何って覗きに決まってるじゃないですか。このドピンク親子が。何が覗きよ！ばっかじゃないの！キセリー。おちんちん見たことないのだ。レンタロウのおちんちん見てみたいのだ。おちん。来たるべき初夜に備え、相手の肉体を分析しておくのは合理的。レンタロウちゃんはどこから洗うのかしら。あんなところや、こんなところや。さあ、先を越されたくないだけで、別にあいつの体に興味なんかないんだからね。ちょろすぎて怖い。やめたまえ。てめえらの主様を失望させることになっても構わねえんだな。あーん。バレさえしなければ理論上被害者は出ない。でも出られないのね。はかり。はい、来たお母様。不健全、ダメ、絶対だ。大体バレてた。オーライオーライ、ストップ、湯気で曇っててボヤボヤにしか見えないのだ。ん？天井裏？そう、第二のルートよ。ここからお風呂に通じているんです。天井裏から覗くのだな。湯気も大し、成功率は高い。行ってらっしゃいませ。ネズミとかいないでしょうね。大丈夫、使用人たちの掃除は完璧よ。熱収率 3.14159.65。 許してください、許してください。あなたですから、あなたですから。まず30秒ほど。なんでこんなところに。しずかちゃん、すぐに氷枕を。金持ちの家の猫、またあんただったのね。レンタロウくん、みんな、これは一体。いえ、そのみんなでかくれんぼしてまして、それで天井裏に隠れてたのよ。暗闇に身を隠すのが効率的。かくれんぼ大好きなのだ。そうよ、ただ隠れてただけで。別にあんたの風呂を覗こうとしてたわけじゃないんだからね。100歩譲って覗きはいいとして、こうしてドスケベ親子と仲間たちはきついお説教を受けましたとさ。良い子のみんなは覗いちゃいけないよ。キリンさんが好きです。でも